明けましておめでとうございます。失礼しました。明けましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。今年も埼玉県は明るいスポーツの話題で始動をいたしました。元日のニューイヤー駅伝で県内に拠点を置くホンダが昨年の初優勝に続き史上7チーム目の連覇という偉業を達成をいたしました。特に本県出身の4区小山選手、5区青木選手、6区中山選手も活躍をされ、必勝のたすきリレーで栄冠を手繰り寄せました。ホンダの選手をはじめ関係者の皆様にお祝いを申し上げるとともに、新年から明るい話題を埼玉県にもたらしていただいてくれたことに感謝を申し上げたいと思います。さて、昨年は新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、かつてない規模の陽性者数を記録するなど大変厳しい状況でありました。また昨年末から新型コロナの拡大とともに季節性インフルエンザの流行期に入りました。最前線で奮闘されている医療関係者の皆様をはじめとするエッセンシャルワーカーの皆様、その他感染症対策に取り組まれたすべての皆様に対し、改めて心から感謝を申し上げます。他方で、ウィズコロナが定着をし、新しい生活様式のもと、3年ぶりに熊谷うちわ祭り、川越祭り、秩父夜祭りをはじめとする地域のお祭りやイベントが再開をされたのは嬉しいニュースでした。こうした祭りなどの久々の開催だけではなく、NHK 大河ドラマでは一昨年の渋沢栄一王に引き続き、昨年は鎌倉殿の13人で畠山重忠や比企一族、木曽義仲といった埼玉ゆかりの武将や人物が話題となるなど、埼玉県に大いに注目が集まることとなりました。スポーツでは村岡桃佳選手が北京パラリンピックのアルペンスキーで2大会連続の金メダル獲得、そして日本パラスポーツ大賞も受賞されました。また大相撲では阿炎関の初優勝をはじめ、ラグビーの埼玉パナソニックワイルドナイツのリーグワン初代王者に輝くとともに、サッカーの浦和レッズレディースもウィリーグカップの初代王者となるなど、埼玉県にとり明るい話題があったことにも勇気をいただきました。今年はラグビーワールドカップフランス大会が開催をされます。4年前の日本代表の活躍は私たちに大きな感動と勇気をもたらしていただきました。埼玉パナソニックワイルドナイツから出場する選手にも大いにご活躍をいただき、初のベスト8進出を期待したいと思っています。また映画翔んで埼玉の続編が公開予定されています。一昨年の大河ドラマに引き続き、埼玉の魅力を発信できるまたとない機会だと捉えています。こうした明るい話題も次々に発信し、長引くコロナ禍での暗い気持ちを一掃してまいりたいと思います。他方、本年は厳しい年、厳しい状況になることを前提に、次々と起こるであろう新たな問題に対しては自ら課題を発見する力、過去の成功体験や従来の発想にとらわれず解決策を考え、速やかに実行していく力が求められます。そのためには従来の働き方や仕事への取り組み方の変革が必要です。本県が進めるデジタルトランスフォーメーションは社会全体の変革を目指すものであります。デジタル技術により省力化、つまりデジタルに任せて浮いた分の労力は、そして時間はフェイストゥーフェイスで丁寧に対応するべき人と人との交わりの中でしか生まれない仕事、あるいは人間にしかできない創造的な仕事にシフトをしていくことが肝心だと思います。
人口減少下にあっても DX の推進などにより社会全体の生産性を向上させることで持続的に発展していく社会を構築していく、その礎を今年築いていきたいと思います。そして今年はもう一つこうあってほしいという目標があります。今年こそポストコロナ元年にしたいと思います。同時に中長期的には新しい時代の幕開けとして10年後、20年後を見据えた大きな変革の年としていきたいと思っています。まずは目下の危機への対応として引き続き新型コロナウイルス感染症対策に最優先で取り組むとともに、長期化するであろうエネルギー、物価価格の高騰、物価高騰への対応を進め、県民の皆さんの暮らしの安心安全を確保し、同時に経済を一刻も早く回復させたいと思っています。その上で新たな時代に向けた未来への確かな布石として、人材育成としての人、強い埼玉県経済に不可欠な企業、この人や企業が根付いている地域、これら人、企業、地域を三位一体として持続可能な成長ができる施策を推進してまいります。また5カ年計画の2年目を迎える本年、日本一暮らしやすい埼玉の実現に向け、中長期的な視点に立ち、激甚化、頻発化する災害に対応するなど、安心安全の追求はもとより、女性活躍の推進や LGBTQ への支援といった誰もが輝く社会の実現、さらには埼玉版スーパーシティプロジェクトをはじめとする本県の持続可能な成長につながる取り組みを加速させていきたいと考えています。今年の干支うさぎは、その跳躍する姿から飛躍向上を象徴するものであります。今年が埼玉県にとって飛躍と向上の年となるよう、皆様と共にワンチーム埼玉で県政に取り組みたいと思います。さて、昨年は新型コロナウイルスの感染対策につきまして、県民、事業者の皆様、特にエッセンシャルワーカーの皆様には大変ご協力をいただきました。誠にありがとうございました。今年も新年を迎え、改めての要請、お願いとなります。これからは帰省旅行、新年会、初詣、成人式など、さまざまな行事を予定されている方もおられると思います。しかし引き続き県民の皆様、事業者の皆様にはご協力をお願いします。まず県民の皆様へのお願いであります。帰省や旅行など都道府県をまたぐ移動の際や、新年会、初詣、成人式などのイベントに参加する場合には、3つの密の回避を含め、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生など基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。また体調が優れない場合には、どんなに楽しみにしていた外出イベントであったとしても参加を控えていただきたいと思います。そしてこれから帰省をされる方もおられるかもしれません。その方々は帰省先で高齢のご親族や普段会うことがなかった人たちなどと、多くの方々とお会いになるかもしれません。帰省前、あるいは帰省から戻った際には、ぜひ検査を行っていただきたいと思います。続いてオミクロン株対応ワクチンを未接種の方は、早めにワクチン接種にご協力をいただきたいと思います。また冬場は暖房器具の使用のため、窓を閉め切りがちになります。室内の温度に留意しながら、定期的な換気を行っていただくとともに、ここでもこまめな手洗いをお願いいたします。飲食などについては、彩の国新しい生活様式安心宣言飲食店プラスの認証店、ステッカーの貼ってあるお店をご利用いただくとともに、飲食の際にもなるべく長時間を避け、大声を出さないようにしていただきたいと思います。次に事業者の皆様への要請などであります。業種や施設の種別ごとに、自主的な感染予防のための取り組みなどを定めた
業種別ガイドラインの遵守をお願いいたします。施設管理者におかれましては、これまでにクラスターが発生しているような施設や3つの密のある施設では特に徹底した感染防止対策をお願いしたいと思います。またエアロゾル対策として、屋内の効果的な換気をお願いいたします。職場におきましては、引き続きテレワークや時差出勤、自転車通勤などを奨励していただくなど、人と人との接触を低減させる取り組みを行ってください。度重なるお願いにて申し訳ありませんが、新しい年を迎え、ご自身だけではなく大切な人を守るため、3つの密の回避など引き続き感染防止対策の徹底にご協力をお願いいたします。なお、昨日の新規陽性者数は4991人と、前週同曜日と比較して5914名の減少マイナスでありました。1週間平均も5459人で、その前の1週間と比較をして3394人平均で減少をすることとなりました。しかしながら、昨年末にオミクロン株に対応した新レベル分類をレベル2、感染拡大初期からレベル3、感染負荷増大期に引き上げたところでありますが、病床使用率はいまだに高い状況で推移をしています。引き続き予断を許さない厳しい感染状況だと考えています。年末の専門家会合においても、新年のお休みの段階では一旦陽性者数は減少するかもしれないが、通常長い休みの後は陽性者数が増えることが多く、決して油断してはならない、このような指摘を強くいただきました。今後の対応として、改めてでございますが、昨日重症病床を確保する医療機関に対し、重症病床のフェーズ1から2に引き上げ、病床の確保の要請を行ったところであります。移行日でありますが、2週間後の1月17日火曜日とし、移行後の病床数は90床を予定をしております。病床の確保に向けては、救急搬送など一般医療の状況について医療機関の意見を聞きながら進めてまいりたいと考えているところであります。以上、私からは以上でございますので、幹事社さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今月幹事社の日経新聞の岩崎です。今年もよろしくお願いします。それでは知事の発表事項について、幹事からいくつか質問したいと思います。まず先ほど、まず初めに知事、新年の抱負を言って、お話しいただきましたけれども、その中で、ポストコロナ元年にしたいというお話がありました。コロナに関しては、ウィズコロナ、ポストコロナということで、昨年から引き続きやってたと思いますけれども、今年具体的にですね、そのポストコロナに踏み出したいということで、具体的にどのあたりを、強調してやっていきたいとお考えでしょうか。私ども埼玉県におきましては、これまでも重症者、死亡者を極力減少させるという対策を行ってきたわけですけれども、そのために重症者、死亡者のみならず、陽性者あるいは感染そのものを抑制するために、例えば経済や社会活動を抑制すると、こういったことが基本的な柱であると同時に、ワクチンの接種を推進してまいりました。引き続き今後もワクチンの接種等は進めるとしても、今後はぜひ社会活動や経済活動、これを継続することを前提として、つまりこれを抑制することで、感染症対策といわゆるゼロサムというんでしょうか、関係にするのではなくて、社会経済活動を行いながら感染症対策をやっていくということで、前提は社会経済活動の継続ということだと思います。そしてそのような中で、特に厳しい状況に置かれた、例えば観光業とか、それからこれ実はコロナだけではなくて、ロシアによるウクライナ侵略等もあり、さまざまな物価や
エネルギー価格が高騰する中で傷ついた事業者、例えば運送業者や、あるいは公定価格で転嫁できないところ、こういったところに対する対策を昨年から行ってまいりましたけれども、これを引き続き対応を強めていきたいと思っています。また、これから4月に向けて、賃金の上昇もこれは勝ち取らなければなりません。価格の転嫁と同時に、これを良いスパイラルに持っていくということが必要だと考えています。あともう一点ですけれども、先ほど最後に知事、コロナの感染状況に触れつつ、重症病床の、確保要請をしたということでお話しいただきましたけれども、確かに県の、重症病床の即応病床の使用率だと6割以上を超えるということで厳しい状況ですけれども、これ今まで県としては重症病床は極力抑えながらやってきたと思うんですけれども、ここに来てこう、その確保要請をした理由というのは改めて伺いたいでしょうか。はい、これまで、実際のところ現時点でもその重症病床については必ずしも非常に高いという状況にはなっておりません。これは埼玉県のみならず他の県においても都道府県においても同様の傾向を示しています。しかしながら現時点におきましてやはりその高いレベルの陽性者の状況が長く続くことによって特に実は重症病床については入院の日数が一般論として長くなります。でそういった方々が増えてきて徐々にやはりその負荷というものが高まってきているということにありますので重症病床を引き上げてより高いレベルでこれらの方々が必要とする入院の措置が講じられるようにしたということであります。他方でこの冬の期間というのはコロナだけではなくて他の病気等も残念ながら増える時期でありましてこれら の ICU やさまざまな医師も含めて負荷がかかるようないわゆる重症病床に準じるようなところについては他の病気でも使うことになりますので90床を目途にこれから働きかけを行っていきますけれども医師のあるいは病院の状況を丁寧にお伺いをしながら自動的にあるいは機械的にこの病床を割り振るのではなくて最も良い方向でまた生じている病気等の傾向を見ながら医療機関と相談しながらこれを進めていきたいと思っていますが先ほど申し上げたフェーズ2にして最大90床の移行を目指すということについては変わりません。以前コロナ病床全体の引き上げをしようとしたときに病床数が結果的に足らなくなったという要請した数だけ集まらなかったということがあったと思うんですけども今回重症病床に関してはそのあたりは懸念はないでしょうか。埼玉県といたしましては仮に本当にそれが必要な場合には16条の2感染症法の以前から申し上げている通り、法に基づく要請を行ってもこれを確保するつもりであります。ただ先ほど申し上げた通り機械的にこれを当てはめるのではなくてフェーズ2にはしましたけれども病院等が一番今の感染症やあるいは冬季に流行るような流行するような病気や必要とされる機関必要とされるその病床等について一番よくご存知ですのでそこを相談しながらコロナだけを引き上げて他の方々が誰も入れないような状況というのは必ずしも望ましいわけではないので相談を丁寧に行いながら進めていくつもりであります。したがってそこの充足90、90から90を充足をすることは目標ではありますけれどもこれが絶対に実施しなければならないものではなく医療機関と相談をしながら、必要な方がというのはコロナの方のみならず必要な方が入院できる体制を整えるのが我々の目標になります。ありがとうございます。幹事からは以上です。それでは知事発表事項について各社質問あればよろしくお願いします。じゃあどうぞ橋本さん。
すみません、自律診断、橋本さん、2点ほど伺いたいんですが、今 の重症病床の、フェーズ引き上げについてなんですけれども、年始以降、やはり調べる方が少ないのか、人数的には先ほども指摘されたように少ない中で、年末ではなく、ね、年始のこの時期に重症病床のフェーズを上げる理由って、改めてこの時期という理由ってありますでしょうか。年末の時点で、前回の記者会見の時だったでしょうか、まだ重症病床 20% を切っている。19% 程度でありました。これが徐々に積み上がる中で、必ずしもコロナの症状ではなくてもですね、やはりその重症病床というのは長く入院される方がおられるので、こういったことが、実際に上がってきたことを含め、今我々としては警戒を強める必要があると考えていましたので、普通のいわゆる一般病床だけをこれまで引き上げてましたが、抑えていた重症病床についてもフェーズを上げたということであります。もう一点、今日は県民たちへのお願いというのがあったんですけれども、確か年末の中に季節性インフルエンザが感染期、流行期に来たということで、ツインデミックに対する懸念があるという話だったんですが、これについてちょっと言及がなかったものですから、改めてツインデミックに対する懸念、現状どうなっているのか、そこら辺で伺えればと思います。よろしくお願いします。はい、季節性インフルエンザにつきましては、流行の時期に入ったというふうに考えています。具体的にはこれは速報値ですけれども、昨年の12月26日から1月1日までの今年の1月1日までの定点あたりの患者数、以前から1を超えると流行だと申し上げましたが、患者数とうとう2を超えまして、患者数が 2.07 となりました。で、今後年末年始を経て、それぞれの指標がどのように変化するのかについては、現時点ではまだ注視をしているところであり、新型コロナウイルスの感染症もこの今の状況でちょっと下がって、先ほど申し上げたとおり下がってはいますけれども、年末年始の一時期の傾向だけかもしれませんし、このあたりについては感染動向をやはりまずはしっかり注視をするということが必要だというふうに思っています。他方で先ほど申し上げたとおり、新型コロナウイルスも下がったとはいえ、極めて高いレベルでいまだに新型陽性者数がありますし、また医療機関への負担も残念ながら極めて高い状況にございますので、それに加えて、季節性インフルエンザがすでに上がりつつあるということでありますので、ツインデミックを十分に意識しながら、我々としても対応を進める時期に来ていると思いますので、まずはこの年末年始の状況、速報値は先ほど申し上げましたが、丁寧に分析をし、迅速に必要な場合には対応を行いたいと考えています。ありがとうございました。コロナの関係で一点伺いたいんですけれども、年末 の会見では今レベル3ということで、医療逼迫防止対策強化宣言であったりとか、営業飲食店の営業の時短とか外出自粛の要請だったりは、お考えはないということだったんですけれども、年が明けて今のお考えといいますか、判断がもしあればお伺いしたいです。今現在私どもといたしましては、病床に関するそのフェーズと病床に着目をしたレベルについては、これを前者については重症病床について、後者についてはレベルそのものについて引き上げを行いました。で、現時点においては、前回新型感染症の専門家会合の後に申し上げたとおり、専門家が指摘しているとおり、極めて高いレベルの陽性者ではあるけれども、状況をコントロールできていると、経済取り戻しできているという話もございました。で、こういった状況にある間は、警戒のレベルや医療機関の体制についての強化を図らなければならないと考えてはいるものの、もちろん感染症一般的な、こういったものについてお願いしますけれども、具体的に例えば飲食店だとか、あるいは学校だとか、経済だとか、これを制限するということを現時点で念頭にはございません。先ほど幹事社さんからのお話も、質問にもございましたとおり、今年これをなんとか可能な限り続けて、経済や社会は継続をする、これが原則、そこにどのような感染症対策を打っていくかということについては、これ今も、この今の時点でも同じ考えであります。具体的な宣言であったりも出すお考えは現時点ではないということです。
宣言につきましては、ご存知の通り、レベル3になる場合には、この宣言を出すことができるというのが立て付けになっています。で、他方で、この医療逼迫防止対策強化宣言、これは都道府県知事に与えられた権限でありますけれども、ここについては、いわゆる制限、社会的な例えば活動や経済活動を制限しなければいけないということが伴うわけではありませんので、伴う場合もありますけれども、宣言がイコール制限にはならないということになることはご理解いただきたいと思います。いずれにしても、今後宣言そのものについては当然行う可能性は常に医療の逼迫状況を見ながら検討していきたいと考えています。これいかがでしょうか。それでは、幹事社質問に移りたいと思います。今も先ほどコロナの感染状況についてありましたけれども、先ほど知事からもありましたように、一旦年末年始はこう医療機関が少ないので、まあ、一旦この陽性者数も下がる傾向にあるということですけれども、改めてその下がって今後どうなるのかという見通しとですね、あとこの今のいわゆる第8波のピークがどのくらいに来るのかというあたりの知事のお考えを伺いたいと思います。はい、実は先ほど申し上げた通り、専門家の方に責任をすみません押し付けるわけじゃないんですけども、専門家の方から言われたのは、休みになると1回下がると、長期の休みになると、しかしそれが終わるとまた上がるという傾向があるので、気をつけろという言い方を前回されました。で、我々も経験値から、長期の休みの後には、陽性者数が上がるということを承知を、まあ、特に人が移動した後ですね、長期の休みの後には上がるということを我々も見てきています。で、今回の、状況を見ていても、今の陽性者を見ていても、例えば会食とかですね、旅行とか帰省、こういったことをでところでその感染した疑いが強い方々がいることは確かなので、我々としても一旦目に見える新規陽性者数は減っているものの、警戒は高めておくべきだというふうに考えていますが、どの程度まで上がるのかとか、実際にそれが上がるのかも含めて、そこはすみません、先ほど申し上げた通り、ツインデミックのもう片っぽの新規、季節性インフルエンザも含めて注視をしているところであります。で、第8波のピークについては専門家ではないので、申し訳ないけれども、これは想定することはなかなか難しいと思っていますが、私たち行政としてはさまざまな想定をしながら、第8波のピークがどこに来ようが、これに対応できるような体制を敷いていくことが大切だと考えています。ありがとうございます。幹事からもう一点です。これもコロナに関係するんですけども、まあ、いわゆる全国旅行支援が一旦年末で切れて、で1月10日にまた再開されると思うんですけども、現時点で知事のお考えとして、これを続けていくべき、続けていくことが適切かどうかというあたりのお考えをお願いします。はい、昨年の12月27日、埼玉県のレベルを感染拡大初期のレベル2から、医療負荷増大期のレベル3に引き上げました。その際にも申し上げましたが、社会経済活動の制限あるいは行動制限は行うつもりがないというふうに申し上げたところであります。基本的な感染防止対策の徹底を図りながら社会経済活動を行うというのが原則でありますので、現時点においても旅行支援の再開という判断は適切であったという考えは変わっていません。全国旅行支援では、宿泊施設などの参加事業者には、業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守などの感染対策の徹底を事業への参加条件としています。また、クーポン利用店舗のうち飲食店については、彩の国新しい生活様式安心宣言飲食店プラスの認証店であることが条件です。これらの本県独自の感染対策もあります。また旅行される方には、新しい旅のエチケットという感染予防策の周知を行っています。このような感染対策を行った上で、観光を行うことがコロナ感染拡大の原因となるとは考えていません。
私たちとしては一定程度新規陽性者が増えたとしても、これらの感染対策を行いながら、そして医療体制を整えながら、今後観光事業者たちがこれまでも随分傷ついてまいりましたので、感染拡大の防止と社会経済活動の両立という前提の下ではありますけれども、観光の需要の喚起策には引き続き取り組んでいきたいと思いますし、その一環としての観光応援キャンペーンにつきましては、我々としても取りやめるつもりもなければ、その判断は正しかったと考えています。ありがとうございます。今の幹事社質問に関して質問ある方いらっしゃいますでしょうか。それではないようなので、その他の質問に移ります。幹事からは特にありませんので、各社ありましたらよろしくお願いします。すみません、自治体の話もです。1点だけ、昨日岸田総理がですね、異次元の少子化対策として児童手当の増額に言及してたと思うんですけど、一方で荒川の対岸の東京都の小池知事がですね、都内の子どもに所得制限のない月5000円の給付を行う方針を示しているんです。これに対する受け止めと、埼玉県のこの子育て支援対策、来年度以降やると思うんです。これについて何か考えがありましたらお願いします。来年度以降の子育て支援対策につきましては、現在その予算の編成時期でありますので、担当部局においてこれを積み上げでやらせていただいているところで、検討しているところでございます。これまでのいわゆるギフトボックスというんですか、みたいなその支援も含めてですね、我々としてはできるところをしっかりと対応していきたいと思っています。他方で子育て支援策については、実はお金の面もそうですけれども、多様な側面から対応していかなければならないということもあり、結婚の支援から、あるいは子育てができる環境から、子育てや出産ができる環境から、医療から、あるいは経済的な支援まで、そういった一環のうちの一つとして岸田総理が取り組まれるということについては歓迎をしたいと考えています。特に何か方針とか何かやりたいというのはこれからという形でよろしいでしょうか。すでに我々積み上げております。ただこれは予算も絡むので、すいません、議会がありますので、そこでしっかりと皆様にはご報告させていただきたいと思います。ありがとうございました。埼玉新聞の来でございます。ちょっと2点ございます。まず1点目が、今回先ほどお話ツインデミックという話が出ましたけれども、改めまして県民の皆様に対して、これから受験を控えているご家庭とかもあると思いますけれども、どういったことを気をつければいいのか、あと合わせてですね、ワクチンにつきまして県民の皆様に呼びかけをいただければと思います。もう1点がですね、すみません、ホンダの陸上部なんですけれども、先ほど、選手の中で、稲川県総合高校、春日部高校、松山高校って、県立高校出身の選手もいらっしゃったということなんですけれども、昨年4月にホンダ陸上部につきましては、彩の国功労賞も表彰されているんですけれども、新たな表彰ですとか、何かそういった対象になるのか、知事、現在の段階で結構ですので、お考えをお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず先ほどツインデミックの可能性についても言及をさせていただきました。季節性インフルエンザの流行が以前申し上げたときには南部を中心に、東京に近いところを中心にと申し上げたが、現在ではそれが他の地域にも広がりつつあり、埼玉県全県において、ツインデミックの可能性が広がっていると思います。で埼玉県では高校3年生のようなですね、これから将来において左右するような時期が来る子どもたちを対象にして、しかもワクチンの接種がなかなか難しい方々を対象として、ワクチンバスなども措置も行ってまいりましたが、ぜひですね、今からでも遅くないので早い時期にワクチンの接種をお願いをしたいと思っています。現在学校あるいはその保育園、幼稚園等での感染を感染経路とする感染は休みであることもあり極めて少ない、この休み前の3分の1から4分の1に今なっています。
今の時期にしっかりとワクチンを接種していただくことが大切だと思います。また今先ほど申し上げた通り、学校等が主要な感染経路から外れた状況にありますので、ぜひ学校やクラブ、あるいはお友達とお会いになるときもそうかもしれません。ぜひ先ほど申し上げたですね、さまざまな感染症対策を実施をしていただきたい。特に最近ではこれは季節性インフルエンザも新型コロナも基本的には同じ感染症対策で済みますので、ぜひこれを実施をしていただいて、もちろんいつも大切なんですけれども、特にこの受験の前とかですね、人生の本当に右か左かを分けるそういった時期でありますし、受験ができたとしてもその前に例えば感染すれば体力がなくなるとかいろんな影響が出ますので、ぜひご家族皆さんで協力し合って感染症対策に努めていただきたいというふうに思っています。またその中でもワクチンはおそらく我々が現時点までに持っている新型コロナ対策で最も有効な対策だと考えます。以前から申し上げている通り、高齢の方につきましてはワクチンを接種した方と していない方、死亡者の割合でいうと1対6から1対9という極めて顕著な差が出てきています。また若い方はお亡くなりになる方少ないので大丈夫、あるいは感染をしたから、一度感染をしたので自分は免疫があるから大丈夫、そう思いの方も多いかもしれませんけれども、季節性インフルエンザのワクチンを常に打っておられる方がもしも感染を避けることができると考えておられるのであれば、同じ程度もしくはそれ以上の有効率が確保されていますので、ぜひ愛する人や友人や、あるいはこれから人生の転機を迎えるであろう試験等に臨まれる方をしっかりと守るためにも、ワクチンの接種を検討をいただきたいと思っています。本田の陸上、本田失礼しました。本田に関しては本当に嬉しいニュースで、特にもちろん県立高校だから嬉しいわけじゃないんですけれども、すべての方々の力であり、私たちとしては埼玉県に所在する本田の優勝をまずは喜びたいというふうに思っています。そしてその上で今後の県としてどのように検証させていただくか、また今後の活躍を支えていくかにつきましても、今後部局内で検討させていただきたいというふうに思っております。ちなみに才能国厚労省を2回表彰するってことはあるんでしょうか。あったはず。これ誰か分かります？担当、すみません、ちょっと担当がいないんでごめんなさい。後ほどお答えさせていただきます。そのレッドとかあったじゃん。鷲津さん。毎日新聞の和志津です。今年もよろしくお願いいたします。すいません、順天堂大と埼玉県が取り交わした確認書の件なんですが、確認書の中に平成35年度の会員を目指すと、まあ、会員スケジュールが具体的数値を上げてこう書かれていたと思うんですが、まあ、そのことをさいたま市知ってたのかなと思ってちょっと聞いてみたんですが、まあ、当初の計画変更ということでお話があった際はいつ会員しますというスケジュール感は示されていなかったということで、午前中埼玉市長会見あったとき、清水隼人埼玉市長は具体的なスケジュールを示してもらう中でできるだけ県の取り組みに協力していくというスタンスなので、いろいろ変更あった場合は随時連絡をいただければと言われていました。まあ、県が進めるかなり大きな事業で、県と埼玉市とで連携が取れてないのかなと思ったんですが、知事の受け止めをお願いいたします。ちょっとすみません、質問が分からない。変更があった際には当初の計画、平成30年着工、その何年後に、オープンっていう、その当初の計画から変更したという、まあ、その間のことなんですけど、お話があった際はいつ開院しますというスケジュール感は示されていなかったと。それでその後のことですか、前のこと、その令和5年までの末までの開院を目指すという 前の合意ですよね。でそれが今度変更になったわけです。違います。平成35年度に会員を目指すと確認書に書いてあったことを知らなかった。最初の方ですね。そうです。はいはいはい。で、1年前の計画変更の際のスケジュールしか知らなかったんですね。その
1年前に平成35年度に会員を目指すってその言葉を知らなかったんですが、でそれに対して清水隼人市長が、まあ、随時連絡をいただければと言われてたと。で、はい、それについて、はい、まず校舎の校舎については公表されている話なので、校舎というのはすみません変更した後ですね、あれだと思いますが、その前の確認書の話であるとした場合に、これはまあ、どういった文脈でお答えになったかちょっと全体は読んでないんですけれども、今のお話でありますけれども、県としてはこれまで詳細な必要な情報についてさいたま市には提供してきております。今後についてもさいたま市と連携を取りながら病院の整備を推進していきたいと思います。まあ、すでに知事はこの平成35年会員というのはもう効果効力をなくしていると言われているから、まあ昔の話だとは思うんですが、その前の段階このね平成計画が計画スケジュールが平成35年後ろ倒しになってなった3年後に後ろ倒しになったっていうことは詳細な情報なのじゃないか、必要な情報なんじゃないかなと思うんですが。提供してきております。さいたま市はにはもう情報を平成35年度に会員を目指すというものをさいたま市には連絡していたってことです。これまでも必要な情報は提供してきておりますし、今ご指摘の情報についても提供してきております。わかりました、ありがとうございます。今後もちなみにしっかりと提供します。ありがとうございます。ちょっとすいません、先ほどの新井さんのお話ですけれども、一例としては村岡桃佳さんが平成30年7月18日に受賞をされ、令和4年8月31日にも受賞されておられます。二度がダメだということではありません。どうぞ。お願いします。2点ちょっとお伺いしたいことがありまして、1点目は今年の夏にもう任期満了で知事選もあると思うんですが、その知事選への出馬するか否かというその態度の表明をいつ頃までにしたいというふうに現時点でお考えかということをお聞きしたいのが1点と、あともう1点は今日の午前中に県議会のその新年の合宿交換会あったと思うんですけれど、あれ終わった後に自民党県議団の幹部の方々と少し長くお話をされていたと思うんですが、どのようなお話をされていたのか教えていただけたらと思います。まず、任期の表明について、今確実に言えるのは8月までにするとしか言えないんですけれども、ただ先ほど前回、伺ったお話を聞かれたときにも申し上げましたけれども、皆さんにご迷惑もかけることもあるでしょうから、いついかなる形で、どのような方向で、私の1期目の後ですね、どうするか、2期目に行くのか、それとも辞めるのか、こういったことについて立候補するのかどうかについてはシミュレーションもしていると申し上げましたけれども、今後適切な時期に、特に県議選もありますので、夏の統一地方選もありますので、そういったことも睨みながら考えていきたいというふうに思っています。それから先ほどの、県とそれから議会の新年合宿交換会の後に、さまざまな会派の方来られて写真も撮られておられました。そしてご挨拶もさせていただいたり、近況のご報告を交換をさせていただいたということであります。わかりました、ありがとうございます。どうぞ西田さん。朝日新聞の西田です。先ほどの知事選の関係で1点追加で伺いたいんですけれども、大型連休前にはその判断をというようなお話も一部報道であったかと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。いや一般論で言うと、先ほど申し上げた通り統一地方選も睨みながらということになりますので、そのあたりはやっぱり我々としては、我々と私としては、さっき言ったシミュレーションの中の一つには入っています。ただまだすみません決めたわけでもないですし、具体的に、いつまでともし言われれば明確に言えるのは8月の前しか言えないです。はい、他よろしいでしょうか。
じゃあ以上で終わり、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。